皆さんこんにちは。鎌倉もののふチャンネルでございます。鎌倉もののふ大将鎌倉聡でございます。9月の19日、下総の国府に上総広常が参上します。上総広常の軍勢は2万騎いたというふうに記されているんですけど、これね、吾妻鏡が一番誇張してるんですよね。で、上総広常は9月の14日時点でですね、結城浜合戦に率いた軍勢がですね、源平登場録では1000騎になってます。人数的にはその1000騎っていうのが妥当かなって気がしますよね。2万騎っていうのはね、当時の人口とか、石高とかね、考えると、2万騎っていうのはちょっと考えにくいですね。9月14日時点で1000人しかいなかったのに、その5日後に急に2万人にね、膨れ上がるっていうことは、ちょっとやっぱ考えにくいですよね。はい、上総広常が当初率いた軍勢というのは、長良軍、須江軍、いすみ軍の3軍になります。当時の石高から考えると、大体3軍で徴兵できるのは800騎ぐらいのはずです。あくまで参考の推定値と思ってください。で、おそらくそれが上総広常の軍事力の精一杯だっただろうというふうに思います。9月の13日に千葉の常胤によって、下総の国の木台が中殺されると、翌日9月14日には藤原の近政が1000騎の軍勢を率いて、結城野に進軍して千葉の常胤と合戦になります。これが結城浜の合戦なんですけど、これはね、相模の国で起こった石橋山合戦と、だいぶ近いレベルの合戦になります。藤原の近政の1000騎がですね、翌日に出兵できた裏には、千葉の常胤の動きをね、すでに察知していて、もう準備をしていたということを意味していて、千葉の常胤は300騎ほどだったとされているので、千葉の常胤のクーデターをね、鎮圧する軍勢として、藤原の近政の1000騎っていうのは、もう十分な数だったと思われます。ところが、千葉の常胤の300騎だけじゃなくて、ここに上総広常の1000騎が加わって、藤原の近政の軍勢を打ち破り、敗走させています。もちろんこの源平登場録の結城浜合戦をですね、そのまま史実として鵜呑みにするのはちょっとやっぱ難しい部分もあるんですけど、それでも上総広常が上総国をここぞとばかりにね、掌握していった、そして上総広常の軍勢によって平家方を、どんどん駆逐していったというのは考えられるんですよね。で、そのことを踏まえて考えるとドラマの下りはね、やっぱりちょっとやっぱおかしいんですよね。それはなぜかというと上総広常が、戦うでもなく何にもしないで、ただ源頼朝に謁見するためだけに2万騎を率いて下総の国に向かってる描写になってるので、そんなただ謁見するためだけにね、2万騎をね徴兵するなんていうことは、そんな無駄なことをね、莫大な兵糧をかけてするっていうことはね、ちょっとやっぱ考えにくいですよね。人数ももちろんね、そんないなかったとも思いますけど、仮に2万騎いたとしたら、そりゃ当然戦うためにね徴兵するんであって、そんな見栄を張るためにね、徴兵するってことはね、やっぱりね、考えにくいですよ。1028年のね、忠常の乱以降ですね、房総半島ってね、相当飢饉なんですよ。はい。ということでね、ドラマ上ではですね、戦いもせずに、2万騎でね、陣に遅れてやってきたということで、源頼朝がね、帰れというわけなんですけど、資料上ではね、馬上から降りることもなくね、源頼朝を、見下ろしたということもあって、源頼朝が治山した上に、馬上から降りようともしない、そんな礼儀知らずは帰れというふうにね、逸話でね、残ってるわけなんですけど、その逸話がね、このドラマ上でも、反映されてまして、上総広常をね、やっぱり貶めるためだけのね、後世の、創作だというふうに思います。大将の器がなければその場で首を跳ねて兵器に持っていくところだったっていうふうにね、上総広常が、ドラマ上では言ってるんですけど、どちらに組みするか決めかねていたなんていう感じの印象を与えてますけど、冒頭からずっと一貫して言ってるように、上総広常だけは本当ね、唯一反平家派としてね、もう一貫として露骨にやっぱり平家に反抗してる態度をね、取ってきた人物ですんで、首をね平家に持っていくなんてことはもうちょっとやっぱ考えにくいんですよね。はい、当時のね人口を考えると2万騎というのはね、やっぱ上総の国ではね徴兵するのは難しい気がします。戦うために兵を挙げてるわけなんであって、やっぱり謁見するためだけにね2万騎っていうのはね、ちょっとやっぱ考えにくいと。1028年のね忠常の乱以降、房総半島はですね、もう餓死者が出る
るほど、飢饉が続いていた土地なんですよね。でも荒廃がひどくて、まあ、住民や家を捨ててね、地産して、田畑はね、荒野と化して、もう耕作をする者がいなくなってしまって、至るところに餓死する者が出ていた、という時代がもうあったわけなんですよね。で、そっからまあ100年ちょっとぐらいしか経ってないんですよ。かなりね、まあ荒廃してしまっていたその房総半島にあって、で、そんなね、2万機もね、兵糧ね、維持できるとはね、やっぱとても思えないですよね。カズサの広常にね、そこまでの奴隷を囲っておくだけの経済力が、国力がね、あったとはちょっと思えません。2万機ってね、簡単に言いますけどね、もう9月4日の時点で、まあもう源頼朝軍ってのは、まあ続軍なんですよね。追討令出てるわけですし。で、まあまあ、この9月のね、17日頃には、それは、まだ、房総半島に伝わってない可能性ももちろんありますけど、でもね、やっぱ賊軍ですよ。官軍ならまだしも、賊軍ですからね。賊軍としてそんな2万機も集まらないと思います。だって平家方の官軍と戦わなきゃいけないわけですからね。さあ、ということでね、第7回敵あるいはというところで、まあ、上総広常のことですよね。上総広常が敵なのか、あるいは味方なのかっていうことだと思うんですけど、まあ、そこに関しては、まあ、最終的には味方になる。で、やっぱポイントとしては、源頼朝に味方するかどうかは別としても、もう完全に平家とはね、対立していて、もう後戻りはできない。すでにもうクーデターを起こしているのと変わらない状態だったというのが、上総広常には言えると。これはね、やっぱりドラマでは描かれてないんですけど、まあ重大なね、ポイントだというふうに考えてます。上総の国の情勢っていうものはね、また今度ちょっとね、別の動画で、ちょっとね、細かく考察してみたいなというふうには思います。はい、ということでね、まあ今回もね、ドラマとしてね、楽しませていただきました。ということでね、また次回も楽しみにしています。参考になったよっていう方はね、ぜひいいねボタンとですね、チャンネル登録をよろしくお願いします。